言語聴覚士国家試験に合格して新人セラピストとして頑張っている皆さんも応援しているデレッドチャンネルです。本日は情報共有について話していきたいと思います。皆さん、担当患者さんを持って評価したり訓練したりとしていく中で、先輩からよく言われませんか？他の職種の人といっぱい話をしないといけないよとか、ちゃんと情報を集めるんだよ、ほうれん草はしっかりしないといけないよっていうふうに言われないでしょうか？ほうれん草報告連絡相談ですね。これもちろん医療従事者じゃなくても、あらゆる組織の中でとても大事なことだと思うんですけど、 ST をしていく中でほうれん草をしたい、情報を共有したい、だけど何を先輩たちとか他の職種とかと話していいのかいまいちわからないと。で、特に就職して数ヶ月過ぎた頃には、だいたい周囲のスタッフとの関係もちょっとずつできてきて話しやすくなっているかもしれないんですけど、まだこうあんまり話したことない人とか、ちょっと話しづらいなって思う先輩とかに気軽に患者さんの話ができないっていうパターンもあるかなと思うんですよね。でも何か話さないと、とにかく情報共有しないとっていうことで、あんまり身のない話をしちゃうとかいうこともあるんではないでしょうか。今回はそのあたりで悩んでいる人がいるかもなと思って、他の職種の人たちとどんな話を共有したらいいのかっていうところをいくつかまとめてみました。で、今回もやっぱりこれが全部ではもちろんないです。ほんの一部だけを話しますけど、常に患者さんと関わる中でこういったところを気にして、こういったところを他職種の人に情報を提供してもらうっていう気持ちでいたらいいかなっていう話になります。で、今回もハリーとビリーの先輩のタイラー先輩言ってますね。患者さんの情報はチームで共有するんだぞって、ほうれん草は大事って、ハリーとビリー返事はしてますけど、何を情報共有すればいいんだと、チームって誰と話せばいいんだということになります。で、後ろで歩いているのは男どものアイドルコロネ先輩です。さあ、では見てみましょう。まずですね、この患者さんの情報をチームで共有するんだぞ、そもそも情報共有するチームって何か、どんな職種の人が医療チームなのかっていうところから見ていきましょう。はい、これも定義があるわけではないので個人的な見解になるかもしれないんですけど、ズバリチームって言ったら患者さんに関わる人すべてです。で、こちら書いてるんですけど、中心に患者さんがいますね。で、医師、看護師さん、ケアワーカー、介護士さんですね。で、CE、臨床工学技師、歯科衛生士、で、その中に言語聴覚士もいて、作業療法士、理学療法士、で、PO っていうのは技師装具士ですね。で、PSW、精神保健福祉士、社会福祉士。という具合に、もちろんこれだけではなくて他にもたくさんいますね。 ST とかリハビリに重要な RD と略されますが、管理栄養士さんとか PH と書く薬剤師さん、他にもいっぱい医療従事者っていうのはいると思います。で、医療従事者じゃなくても、例えばです、患者さんがナースステーションに車椅子で座っていると、そのナースステーションにこう出入りする事務の方がいるとします。で、その医療事務スタッフが患者さんによく挨拶したり声をかけてくれたりする、そうなった時もうその方もチームの一員ですよね。患者さんと関わっています。で、実際僕の経験がある中で言えば、清掃スタッフの方とか病院にいてよくリハビリしている横で掃除をしてくれてて、僕たちが働きやすい環境を作ってくれてる。で、そういう清掃スタッフの方も、まあ人にもよるんですけど、患者さんとか僕たち医療スタッフに挨拶をしてくれたり声をかけてくれたりとします。そういう方ももう患者さんとコミュニケーションを取っているわけなので、この患者さんを中心とするチームの一人と言ってもいいと僕は思います。で、皆さんが働く職場によって関わる職種とそうでない職種っていうのあると思うんですけど、入院中とか施設利用中に少しでも関わるんであれば、それはチームの一人だと思うんですが、その中でもやっぱり ST が働く上でより多く関わってたくさんの情報交換をする職種といえば、やっぱり PT さん、OT さん、看護師さん、そしてドクター、主治医っていうことになると思います。なので今回はですね、特にこの PT、OT、ナースっていうところと情報共有する内容を中心に話していきたいと思います。で、こういったチームの人たちいっぱいいるんですけど、もうこういった方々とは毎日でもその担当患者さんについて話していいと思います。もちろん担当じゃなくても、先輩の代わりにリハビリに入った患者さんについていろんな職種の人と話していいと思うんですけど、こういうことを話そうってもう無理に語
くなって先輩とか他職種の人に近寄るっていう感じじゃなくて、この下の絵ですね、ハリーとコロネ先輩が話している感じで、例えば朝来て前の日のカルテを見て、でそこにその患者さんとセラピストのやり取りとか書いてたり、その日の状態を書いてたりするので、もうこんな感じですよね、調子良かったみたいですね、そうこんなことを話してくれて可愛かったとか、よくある光景だと思います。もうこのちょっとした一コマ、これで十分情報共有にもなってます。その患者さんは日によっても話す内容は変わってくるし、こんな受け答えをすることもある、そうじゃない日もある、それを知ってるだけでもリハビリに影響してくると思います。まあただこういうふうにフランクに話していけるまでには、やっぱしっかりとした土台が必要になると思います。常に患者さんのことを考えて、患者さんが生活していく上で必要なリハビリテーション、訓練メニューを考えていくとか、そのために必要な情報収集を常日頃からしていることで、同じ目標を持った人っていうのは絶対仲良くなれますよね。例えばこの2人で、私の方が患者さんのことが好きなんだとか、私の方が患者さんの生活を良くしてるんだみたいに思う人っていないと思います。みんなで力を合わせて、なんとか患者さんの希望に応えられるようにしようとか、少しでも楽しい人生を送ってもらおうとか、そういう風に考えると思うんですよね。そうやって話していけるいい関係を作るためにも、日頃の情報共有っていうのはとても大事になります。でここからは具体的に各職種とどんな話をしていいかっていうのを見ていきたいんですけど、情報共有って何も情報を収集することだけではないですよね。 ST っていう立場から他の職種に共有しておくこと、それもたくさんあります。まず ST っていう専門職の自分が他の職種の人にどんなことを日頃伝えていったらいいのかっていうのを見ていきましょう。はい、ST から発信する情報です。まずこちら、介入時の出来事、これはですね、さっきハリーとコロネ先輩のイラストでもあったように、別に ST っていう専門性は関係ないんですけど、介入時こんなことがありましたっていう何気ない内容でもいいので、他の人たちが見ていない自分といる時に見られた光景、いつもとちょっと違うことがあるんであれば、すれ違う時のちょっとした世間話のノリでもいいと思います。昨日あの患者さんがこんな話をしてくれたとか、こんな反応したとか、その程度でいいと思うので、自分が関わった時にこんなことがあったっていう話をするのは、こう先輩たちとの関係を築く上でもとてもいいコミュニケーションの内容だと思います。でそんな感じで、自分が患者さんに介入した時に聴取できた情報、こちら生活歴とか家族歴とか学歴とか職歴とかいろいろありますよね。その情報は他のスタッフも知ってたらいいんですけど、まだ知らないスタッフもいるかもしれない。今日自分が介入した時に初めてその病院の中で患者さんが話した情報かもしれないっていうところ、情報をすり合わせるっていう意味で他の職種に話していったらいいと思います。で僕の場合はなんですけど、やっぱり顔を合わす機会が多いのはリハビリのスタッフなので、まず一緒に担当している PT さん OT さんとかに話したり、でもちろん ST のスタッフにも話します。先輩後輩にこういう感じらしいからっていう、次入る時の話題提供のネタにもなるかもしれないし、訓練に活かせるかもしれない。で必要であれば看護師さんとか他のスタッフにも話していきます。でここから ST の専門性っていうとこなんですけど、コミュニケーション手段ですね。これは失語症でも高音障害でも一緒なんですけど、 PTOT さんも自分と同じように何単位かリハビリ介入っていう形で関わると思うので、その中でより円滑にコミュニケーションが取れる方法、これ ST から情報を発信していかなきゃいけませんね。例えばなんですけど、重度の高音障害がある、ですごい発話が不明瞭でなかなか思うように音声コミュニケーションが取れない人だけど、いつも頑張って話してくれてる、そういう人たち聞き取れないとどうしても患者さんのストレスって溜まっていきますよね。こんなに頑張って話してるのに全然伝わらないってなるから、それを少しでも軽減できるように、例えばですけど ST は高音障害の正体を評価しますよね。口腔機能のこの部分が悪いからうまく喋れてない、例えば舌の動きが悪い、舌の中でも舌尖の挙上があまりうまくいかないから、 T の音とか R の音とか歯形音って呼ばれるところが特に歪みが著名に出るとか、そういった評価ができたなら、まあ本当例えばなんですけど、
他のスタッフに、あの患者さん歪みは強いんですけど舌の動きが悪くて高音点まで達してないと、だけど少しは動くので口の中の舌線の動きよく見ててください、なんか全部母音みたいに聞こえるけど舌線がちょっと上に動いてるのを見つけたらそれは他行かラ行か作行かな行かそのあたりかもっていう風に話を聞いてみてくださいとか、他の場所でも言えますよね。更新がちょっと動いたんならそれは更新音を本当は喋りたい、パ行とかマ行とかそこから推測してみてくださいとか、であと失語症の方に対してもそうですよね、文字を併用するとよく伝わりますよ、身振りが有効ですよとか、でこっちが言ったことが伝わらないならイラストを見てもらってくださいとか、そういう風に有効なコミュニケーション手段を他の職種に伝えていきます。これとても重要ですね。であとこの食事評価、機能として演技機能がこうだからこうだからって細かいところを他の職種に行ってもちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、例えば来週から食事形態を変える評価をしますとか、そこ辺は僕 PT さん OT さんにも話しますね。でも看護師さんとか栄養士さんとかに伝達するのはもちろんなんですけど、例えばまあもしかしたら食形態変えることで食事時間がすごいかかっちゃうかもしれないと、そうなったら全身の耐久性に関わってくるかもしれないとか、排泄の状況が変わったり一日を通しての疲労感とか調子がちょっと変わってくる可能性もあるから、なんか変化があったら教えてくださいっていう感じで他の職種の人と共有しておくことが多いですかね。はい、という他にもあると思うんですけど、まあ ST っていう立場っていうか自分から他の職種に共有する情報としてはまあざっと思いつくのこのあたりですかね。じゃあ次は PT さんとか OT さん、同じリハビリスタッフですね、そういった方々からどんな情報を教えてもらったらいいかっていうのを見ていきましょう。はい、担当患者さんを持って、それぞれ評価をしていく。その中で僕が個人的に、早い段階で教えてもらうのが介助方法とか介助量とかそのあたりですね。でその内容、異常、歩行、トイレ、行為、静養などなどたくさんある、まあ日常的な身の回りの動作ですよね。で、どういったところの介助の内容を聞けばいいかっていうのは、項目は FIM を参考にしたらいいかなと思います。だいたい日常生活に必要な能力っていうのが項目ごとに分かれてあるので、特に自分の関わりがある内容を教えてもらったらいいかなと思います。例えば異常方法、これは一人介助で行けますかとか、例えばスライディングシートは使ってますかとか、一人で異常するにしても起立経由するのかどうかとか、そのあたりを必ず確認して入りますね。で同じように移動方法、歩行に関しても左右どっちからどんな介助をしたらいいのか、液化介助をするのか、少し手を添えるだけでもいいのか、見守りでいいのかっていうところで、トイレ動作もそうですね。そもそもおむつ対応なのかトイレなのかっていうところもあるんですけど、トイレに行く際は階の動作、ズボンを下ろしたり引き上げたりするときにどの程度介助が必要なのか、一人でも行けるのか、トイレに行くときだけは二人介助の方がいいのかなど聞きますね。もし患者さんが膝折れするような方だったら、特にこのあたりの情報ってちゃんと聞いとかないとリスクが高くなるので、曖昧なままは介入しないようにした方がいいかと思います。であと、行為とかもそうですね。もうできることはなるべく自分でしてもらうっていう形がいいと思うので、どの程度の介助をしたらいいのか、ボタンはまだ閉められないけど腕を通したり頭を通すっていう動作は自分でもできるとか、そういった情報が、特にこれは OT さんから聞けると思います。で静養も一緒ですね。歯磨きや洗顔、整髪、そのあたりはどの程度の介助量が必要なのか、まあいろいろと聞けることはあると思います。さあそしてこの耐久性ですね、体力がどれぐらいあるかっていうところです。離床時間、どれぐらいの時間本人の体調が保たれた状態で座っていられるか、バイタルの変動がないかっていうところは細かくこの PTOT さんとかリハスタッフで共有していった方がいいと思います。じゃないと何も知らずに自分が介入してる時ずっと座って言語訓練とかしてると、でも本当はその人って PT さん OT さんの時間では血圧の変動が結構あるから連続では10分ぐらいしか起こしてないと、そっからまたバイタルを確認して休憩したり
続けたりしてるとか、そういう場合もあると思うので、どれぐらい継続して座ってられるか、運動していられるかっていうところは確認が必要と思います。あと同じ耐久性でも脳の耐久性、脳疲労ですね、記上課題、例えば計算課題とか記号の抹消課題とか、そういった頭を使ったリハビリの時にどれぐらいの時間やってたら疲れ果ててしまうと、そこ辺も訓練メニューを考える上では重要になると思います。なので、脳疲労に関しては特に OT さんですかね、この後出てくる高次脳機能障害について一緒に考えていくことになると思うので、そこはしっかりと情報共有しておきましょう。で、また OT さんが多いかもしれないんですけど、上肢機能ですね、腕の動きがどんなもんか、指もそうなんですけど、これは食事の動作に関わってきますよね。で、食事の動作がどれぐらいできるかによって、例えば箸を使うかスプーンを使うかっていうのも変わってくると思うし、だとしたらそれに応じた食事形態を提供しなきゃいけませんよね。スプーンしか使えないのであれば、例えば麺とかを普通の長さで出されてもスプーンしか使えない患者さんにとってはすごく食べにくいですよね。そういう場合は少し短く刻んでもらったりする必要はあると思うし、普通のご飯よりもお粥の方がすくいやすいっていうんだったら、嚥下機能ではお粥よりも硬いの食べれそうだけど、ちょっと上肢機能上がるまではお粥を提供して、上肢の機能回復を優先した方がいいかもなとか、そういうふうに状況によるとは思うんですけど、他の領域のリハビリ、機能訓練とも うまくバランスを取らなきゃいけないので、ちゃんと PT さん、OT さんとは情報交換しておくと。で、上肢機能に関してはコロナ先輩すごく詳しく話してくれてますね。あんまり専門性が高いことを言われると ST も分かりにくいと思うので、そこも分かりやすく教えてもらいましょう。で、さっきも出てきた高次脳機能ですね、普段の生活でももちろん重要になってくるんですけど、例えば高次脳機能の評価を取った時にその患者さんはどんな感じだったか、こういった内容は苦手でこういったところはすごく良かったっていうのはもちろん話すし、ちょっと他に注意が向きやすいとか、だからこういう環境で評価も訓練もした方がいいっていう話とかを OT さんとかと話した方がいいですかね。で、最後余暇時間って書いてるんですけど、 PT、OT、ST っていう専門的なリハビリをずっとしてるわけではないですよね。訓練と訓練の合間に時間があると、そういった余暇時間を使うときに、例えばPT さんが運動系の自主訓練をその患者さんにメニュー渡していると、で OT さんも高次脳機能の回復を図る自主訓練いっぱいプリントを渡していると、そういう患者さんがいたとして、それを訓練がない空いた時間にしてくださいってなってる中で、その話を知らずにまた ST が大量の言語課題を渡すと、もう患者さん大変ですよね。ならどういう自主訓練メニューを渡してるっていうのを、この、それぞれのリハビリのスタッフと話しておかなきゃ、患者さんの負荷量が上がるばっかになるっていうのもあるし、そういう自主訓練としてじゃなくても、例えば動ける患者さんなのにずっとベッドで寝てるだけとかいう場合には、何かその人の興味が持てることを余暇時間に活動としてやってもらおうって、他のスタッフと話したりもしますね。内容は新聞読むでも読書でも、それこそ体を動かすのが好きな人なら運動系の道具を貸し出すとか、編み物をしてもらうとか、いろいろあると思います。その辺は自分一人じゃなかなか模索がうまくいかないと思うので、たくさんの関わる人から話を聞いて、みんなで決めていきましょう。もちろん患者さんに押し付けるんじゃなくて、患者さんがやりたいと思えることをアイデアとしてこう提案してみるという形から入ると思います。さあ、ここまでセラピストですね、リハビリの訓練とかに関わる内容で、情報収集する内容を話してきました。 PT、OT とちゃんと話せよみたいに先輩に言われるけど、何を聞いたらいいかわからないっていう人は、このあたり参考にしてもらえたらいいかなと思います。じゃあ最後見てみます。はい、ナース看護師さんとしたんですけど、これ別に看護師さんだけではなく、もう関係のある職種みんななんですけど、一応看護師さんと話すことが多いかなという内容を挙げてみました。っていうのもやっぱり看護師さんって入院病棟だったら日中だけではなくて夜間帯も患者さんの状態を把握してるんですよね。だからセラピストの知らない時間帯の情報も持ってると、そういうとこから得られる情報ってすごい価値のあるものだと思うので、
まあ、看護師さんに聞くとその患者さんのちょっと違う一面が見れたりもします。で、どんなことを聞くかというと、まあ、患者さんに違和感を感じた時、これはすぐに看護師さんに話を聞きますかね。もちろん同じ患者さんの担当の PTOT さんとか他の職種の人とかとも話すことあるんですけど、まあ、日常的にケアをされている看護師さんだから答えがすぐに返ってくることも多いので聞きやすいかなと思います。で、その違和感って例えばなんですけど、なんか最近軽眠傾向だなと、前までは覚醒良かったのに最近どうもリハビリ中寝てることが多いとか、あと、まあ、幻視や幻聴といった幻覚ですね、そういうのある場合は、まあ、例えばなんですけど、夜間帯ちゃんと寝てますかねと、夜起きてることはないですか、ね、もしかしたら生活リズムがちょっとずれちゃって昼夜逆転してるかもしれないし、でこの幻覚に関しても日中見られるようになったんであれば夜間はどうですか、一人で何か喋ってることないですかとか、そういうのも聞いたりします。あと薬の影響とかあるかもしれないので、最近始めた薬はないか、これは薬剤師さんとかでもいいと思うんですけど、まあ、いくつか可能性が考えられるので、自分たちの知らない時間帯のことも聞いてみるということになります。あと、まあ、このコミュニケーション態度ですね、その患者さんがなんか最近怒りっぽくなったとか、逆にすごい気まじめそうにしてた患者さん、表情もあんま変わらないような人なのになんかノリが軽くなったとか、そういう場合もしかしたら自分たちのリハビリ介入中だけかもしれないし、それはリハビリスタッフにだけそういう態度かもしれない、看護師さんにはちょっと態度が違うかもしれない、もしくは認知症が悪化してるかもしれないとか、いろんな可能性が考えられます。なのでその原因を自分だけで決めつけないためにも他のスタッフの情報が大事になります。こういった感じで自分の知らない時間帯とか、リハビリスタッフじゃない人が入った時はどうなのか、別の視点で情報をもらうというためにも看護師さんとはまめに話しておくといいと思います。で、あと身体症状ですね、まあ、これは本当看護師さんが管理してくれてること多いので、例えば体重が最近急に減ったとか増えたとか、あとどうも血圧が下がり気味だなと、そういった数値的なところも看護師さんはカルテに記載してくれてると思うので、ここ何日かでなんか変わったことはないですかとか、気になることは聞いた方がいいと思います。で、例えばこのバイタルサインに関してなんですけど、今から訓練に入るっていう時にちょうど看護師さんが部屋にいたりしたら、なんとかさんのバイタルは変わりないですかとか挨拶とセットで聞いたりもしますね。で、もうそのバイタルサインと同じなんですけど、息切れとかめまいとか目に見えてわかる症状が出た時に、ちょっと息切れ最近してるんですけど酸素の状態とかは変わりないですかねとか、めまいはあるけど血圧が最近低いとかいうこともないですかねって話しますね。あとこの浮腫とかもそうですね、どうも最近足元がムクムクとしてると、そういう時看護師さんに聞いたら意外とこれ前からよって言ったり、あとこう原因を知ってる場合もあるし、まあ、いち早く主治医に情報が入って処置をしてもらうっていうためにも、自分の見つけたいつもと違う症状っていうのはすぐに話した方がいいと思います。あとこの排泄の状態に関しても、トイレ誘導をする場合にも必要だし、こうあんまりこう排泄の回数が少ない、だからこうリハビリの時間でなるべく誘導した方がいいとかいう感じの頻度に関してもだし、その内容ですよね、最近おしっこが全然出てないとかだったら、なるべく水分の摂取をこう訓練中にも促そうとか、いろいろあります。で、このあたりの情報ってこう心疾患に関わることばっかなんですよね。もともと心不全を持っている方とか、それが悪化した時に割とこの挙げてる内容、症状として出ることが多いので、そのあたりも気にしながら普段介入したらいいかなと思います。で、最後に挙げた排泄に関して、ちょっと最近お腹下し気味とか、未消化なものが多いとかいう話があったとしたら、最後この食事摂取状況にも関わってくるかもしれないんですよね。食事形態を変えたことで排泄の状態も変わってるかもしれない。だとしたら嚥下機能とか口腔機能だけじゃなくて、全身の状態を考えた上でこの食事形態がいいんじゃないかとか、そういう話も看護師さんと話すと、自分だけじゃない、より深い考えができるかなと思います。あと、食事の摂取状況って ST 評価するけど、基本的には昼間だけですよね。まあその職場によっては朝とか夜ちゃんと評価するっていうところもあると思うんですけど、
どっちにしても1日3食それを毎日把握しているのは看護師さんっていう場合が多いと思います。自分の知らないところで結構むせてるかもしれない、ご飯食べるのにすごい時間がかかってるかもしれない、そういったこと日中だけではわからないことも看護師さんは教えてくれることが多いです。だからしっかりこういった、たくさん貴重な情報を共有しておく、そうすることで患者さんはより良い状態で過ごすことができるということで、情報共有って本当に大事なことなんですよっていうお話でした。はい、最初にも話しましたけど、こういっぱい話した方がいいっていうのは分かってるけどなかなかうまく話せない、何を報告したらいいか連絡したらいいか相談すればいいかって分からない、そういう状態多いと思います。そんな時はまず今回話したような内容を、自分の中で準備しといて他のスタッフに教えてもらうっていうのがいいかなと思います。で何よりもそういった情報をお互いに交換することで職場での人間関係も良くなりますよね。もちろんみんなセラピストである前に一人の人間なので好きな人とかちょっと苦手な人とかそこそこあると思います。だけど目指すものはみんな同じなので、みんな患者さんのことを思って仕事をしている、そこに個人の好き嫌いっていうのは関係ない話なので、情報を独り占めにせず発信して逆に周りからたくさん情報をもらうと共有していくっていうことを意識してみてください。他にもなんかこういう話聞きたいなっていうのがありましたらインスタやツイッターコメント欄からお待ちしております。それでは本日も最後までありがとうございました。